はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、スクワットバスターズやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。お、今回はマッチが早い、とんでもランドをいきなり合体。行ってみましょう。お、合体した状態でバトル開始。バーバリアンかな？バーバリアン。オッケー、行きましょう。まずは敵を倒していく。オッケー。まあこれはグレッグで木も来れるようにして、はい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 、で、こちらの木を掘りながら、宝箱を開けていきましょう。これはグレッグもくっつけていきましょうか。あいける？あーっと、ちょっと待って。深追いはしないでおこうか。さあ、ちょっと宝箱一旦開ける。これはバーバリアン取る。で、グレッグには木を凝らせながら周りの敵倒していく。そうだね。とりあえずは3位ということだが、グレッグ、くっつけましょう。よし。いけるいける。これさ、あ、これは壊せないんだ。ちょっと無駄打ちしてしまったな。まあ、大砲置いときましょう。これはコルトにするか？で、まあ、グレッグがいるので、一旦ここで木を掘りつつ周りの敵を、倒していく。オーケー。で、宝箱を開けて、お、ネクロマンサーが出る。よしよしよし。よし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 、オッケーオッケー。いいぞいいぞ。さあ、2位で、エメラルド20か。まあこれはバーバリアンかな。お、怪獣倒せそうじゃん、なんか知らんけど。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。オッケーオッケー。ちょっと回復したい。で次の箱が開きますね。これバーバリアン取る。オッケー、おいほいほいほい。ん？ちょっと待って、まずいか？まあ、一応これで次の箱が開く。まあ、コルト足すか。さてさて、あと6人で今3位。どうだろう。1位は54か。ちょっと、何すればいいかな。真ん中で、ダイヤを、真ん中でエメラルドをちょっと拾いつつ、ちょっとでもね、戦いになると勝てそうにない気がするから、あ、厳しい。ちょい厳しい。一旦撤退。一旦撤退。足が遅い。これ5位のまま、5位のまま終えられないか？どうよ。さあ、抜かれてなければいいんだが、5位ですね。っていうか、そうか、5人だったのか。ならば抜かれる心配はなかったと。いうことですね。オッケー。まあ、人数何人残ってるかとかも、画面のどこかに出てるはずなんだが、まあ、ちょっとね、逃げ回るのに精一杯で見る余裕がなかったよというところですね。オッケー。鶏ゲット、さらに、こちら、怪獣倒したよと。さあ、次行ってみましょう。なかなかマッチングしないタイムか？
まあ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 。おお、決まった。くねくねロード、戦利品パラダイスですね。戦利品パラダイスは何がいいんだろうな。あ、どうしよう。いや、ゴブリンは良くない気がするけど、ゴブリン取っちゃった。まあいいや、とりあえず箱壊して、靴をゲット。なんか、ニワトリがいいような気もするけどね。いろいろね、運びも、いろいろ探し回って、アイテムをね、回収できるという意味では、ニワトリが良さそうな気もするんだが、出てこないからしょうがないっすね。まあ、ゴブリンでも、一旦くっつけちゃおっか。OK。で、ちょっと靴を集めるために、靴を、しっかり、加速して取っていく。あー、まあいいや、ゴブリンで。あ、靴が取れない。まあ一応5足ゲットできたので、まあこれはこれとしてよしと思いましょう。あー、棒にしましょう。まあこれはゴブリン増やしていくか。おっと、なんだ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 この靴は。開ける。ゴブリンくっつける。はい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 。まあこれはコルトにするか。これグレッグで木も来れるようにして。まあでも走り回った方がいいのかこれ。どうなんだわからんな。まあグレッグ集めて、はい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 。OK。さあ次の箱も開ける。グレッグが一応これでくっつく。OK。そうだね。おっと、大砲がいっぱい。爆弾もある。棒を取りましょう。まあ、適当に投げちゃうか、いっぱいあるから。レイジはちょっとキープしておきたいかな。レイジ持った状態でちょっと一旦中央に出てみよう。んて。ちょっと待って、ちょっと待って。お。今のは倒せたのか？一応レイジがあればね、結構火力は出るんだな、きっと。一旦コイン集めて、いや、グレッグでよかったのか、ようわからんが、キャラを増やしておこう。で、ちょっと中央付近でうろうろしながら、おっと。よし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 。オッケー。エメラルド中央のやつ結構集めたと思ったんだが、思ったより、思ったより良くないね。さあ、レイジをまたゲットしたので、これを使ってちょっと戦っていきたいところだが、はい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 。まあレイジ使って中央に陣取っとくか。はいはいはい。トップがね、エメラルド100超えてるので、ちょっときついかこれ。お、3位になる。あ、4位になっちゃった。ちゃーなるほど。あー、3エメラルドさ、ちょっとあれだな、宝箱開けてないで走り回ってた方が良かったね、きっと。最後の数秒は。まあ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 。お、コルトゲット。さて、もう一戦行きましょうかね。その前に、お、新キャラクター、ニタ、強力なクマを召喚して、スクワッドを保護。お、ベビー、ディフェンダーですね。初めてゲットした。オッケー、じゃあ、もう一戦行きましょう。
まあ、初めてゲットしたってことはまだ星1なので、まあ、実際ね、能力として、考えると、まあ、今まで持ってるキャラを選んでおいた方が無難なのかもしれないね。効果もよくわかんないし。で、トンデモランドとモグラ叩き。ですね。これどうしようかな。ゴブリンか。ちょっとゴブリンとニワトリだと迷うんだけど、早く次のキャラが取れるって意味ではゴブリンの方がマシなのかなというところですね。で、箱ぶっ壊そうと思ったんだけど、ちょっとその間に、周りの敵に絡まれてる。これは一旦、次を、あーまあ、ゴブリン2体目取ろうか。せっかく、いや、合成、いや、どうなんだろう。わかんねえな。さらに取っていく。まあ、ゴブリン一揃いしちゃったんだったら、それはそれで揃えていきましょうか。で、モグラを叩く。オッケー。壊していって、まあ、棒の方がいいかな。で、次開けて、これはバーバリアン取りましょう。さて、さて、さて。まあ、モグラをとりあえず叩くか。モグラ叩いて、次の仲間、バーバリアンゲット。おっと、引っ込んでしまった。そうだね。さあ、一体倒したが、ちょっと待って、どうしようかな。大砲ゲット、一旦箱開ける、バーバリアンくっつく。はい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 。で、回復を入れながら、どうすか。まあ、とりあえず新しい箱開ける、これは棒をゲットする。まだ箱が開く。まあ、ゴブリン取ってたおかげのところもあるかな、これは。はい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 。おっと、ドリル。一回回復しながら、普通のモグラを殴っていく。これはバーバリアン取りましょうか。ん、ちょっと待った。一旦これ回収して、一気に1位。2位になってしまう。とりあえずこれ倒して、もう一度1位。1位と2位が絶妙な差だな。ちょっとどうしようかな。この辺倒して、OK。で、一旦箱開けよう。エルプリモしか取れない。一択はちょっと微妙。おっと、ドリル食らう。どうしよう。うわ、怪獣はちょっとやめてくれ。一旦中心から離れよう。これ勝てそうだからぶん殴る。オッケー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 。オッケーオッケー。あれ?よし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 。まあ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 。一旦これは、箱開けまして、おっと、アーチャークイーン。あ、ちょっとまずいな、これ。いて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 。ちょっと真ん中にいない方がいい。ああ。ちょっと待った、今。これはどうだったんだろう。ちょっと今、微妙だったな。周りうろうろして、モグラ倒してた方が良かったような気がする。ああ、まあ、2打取ってみよう。もう、終わりだろう。ほとんど。よし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 。よし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 。まあ、せめて、少しでも、最後にエメラルドを貯めて、おい、ああ、取れなかったか。しかし、3位でフィニッシュはできた。2位とは結構な差があるので、ちょっとね、順位は変わんなかったかなというとこですね。そこのエメラルドを仮に回収できても、順位は変わらなかったというとこですね。ほい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 。はい、エルプリモ。ゴブリンをゲットしました。さらに、この宝箱を開ける。レアでビッグ。中身は、2体。6体ゲットですね。オッケー。
はい、コインもゲットできた。ってことで、まあ今回はここまでにしておきましょうかね。はい、他は特に触れるものはないかな。まあエルプリーモと、コルトだけちょっとレベルアップしておきましょう。こんなとこですかね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。